ちは、ラクリメダイエットのコーナーです、はい、今から、7分体感ラクリメダイエットの一番基本的な、運動、全部で、4パターンの運動があります。そのうちの1パターンの運動を、開始したいと思います、これはスクワットです。このスクワットをラクリメダイエットでは誰でも簡単にできるように工夫してあります。そのスクワットが全部で3種類あります。その3種類の最初の1種類目はプルプルスクワットです。で、2種類目が C の字スクワットです。3種類目がダブルスクワットです、はい、で、これを今から実践しています。まず、この天柱のもう真上にですね、両手のひらが、両手が、そしてその両手で持ったこの新聞の新棒ですね、この新棒が天柱の真上にあるように、精いっぱいもう体がこう紐でつられているような感じですね、あります。はい、そこから開始します。まず膝を少し緩めます。で、意識は、丹田ですね、丹田と膝にこう意識を置きながら膝を震わせてみます。こういう感じですね。今震えてるのが分かるでしょうか。はい、でこれをですね、20回やってみます。はい、これで20回です。で、終わりましたら、この上の心棒を前の方に放り投げるような感じでずっと伸ばしながら、深呼吸をしながら、全部息を吐き出します。はい、でこれだけで体の血流がこう回っているっていう感じが実はするんですね。はい、でその次に C の字スクワットです。少し足を広げてみます。で、はい、まず、体を左の方に、手を左の方に、そして足の膝を右の方に反対方向に引き出します。こうですね、これで C の字ですね。で、反対もこういう感じになります。はい、やります。両手は、天柱の上に振動があるようになります。顔は丸いな。次、反対方向、これでも、背中から側筋から、体の前面まで血流がぐるっと回っている、感じがします。それから、体がふわっとあったかくなる感じもします。はい、次は少し膝を離
めまして、ダブルスクワットですね。でダブルスクワットは、頭の後ろにこの心棒が降りるようにして、腕を折る。同時に膝もスクワットします。これを20回やります。で同じように上まで上げて前でずっと下ろしてまいります。目を閉じると、この体の中の血流のあったかくなる感じとか、そういうものが感じられます。はい、これを毎日7分、これは1パターンですけれども、他に簡単な運動が3パターン、合計4パターン、全部で7分が